やっぱりこう出てきましたね。第2弾ね。これ、はぁ、あ、いやいやいや、違う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 、はぁ、あ、じゃん、ラーメンマン来ましたよ。ねえ、やっぱり出てきましたね。最初、ウォーズマン。ウォーズマンから来たわけですよ。ウォーズマンが来て、次何来るんだろうな。この斜め上からラーメンマン来たからね。しかも中、担々麺でどうやねんみたいな。ラーメンちゃうんかいみたいな。そこはラーメンにしとけよみたいな。なんで担々麺やねん。ラーメンマンやーみたいな。中身はタンタン。ラーメンマンって基本的にはヒール役だったんですよ、最初。でもいつの間にかこうなんかいい役になってきて。どうなんですか、それは。ね、でもラーメンマン。でもこれの方が、まあ、まあ、前回のウォーズマンもなかなかそうだったんですけど、これまあラーメンマンも割と凝ってますよね。いや、これ次は何が来るんでしょうね、ラーメンマン。なんだろう。でもさ、ウォーズマンでカレー、ラーメンマンでタンタン麺だから、バッファローマンで豚というかまあシリーズこんな感じでございます。ラーメンマンこうベアクローでこうクサッてなって植物人間になるような感じでここをパカッと終わっちゃうね。ごめんなさいね、ごめんなさいね。これの方がラーメンマンっぽいね。こう髪の毛こうあるしね、ヒャ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 みたいな、わあ。あ、この動きがなんかセサミストリートみたいな。セサミストリートこんなやついるじゃん。ラーメンマンなのに中身はトントン麺なんだ。それはどうかと思うんだ。ラーメンマンってこんな声やったっけ。それでは食べたいと思う。ジャッキーチェンみたいなヒラヒラ。昔のジャッキーチェンこんな感じ。ヒュ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 みたいな。ほほ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 ほ、セサミストリートではない。では髪の担々麺はこんな感じだって、なんかちょっとグロいよね。なんかごめんなさい、一応でもこれ食品でございますので。中身の担々麺はこんな感じです。じゃあちょっといただいてみましょうか。うん、中身の担々麺は非常に美味しいですよ。生地はもちもち、前のウォーズマンもそうだったからもちもちでした。ぶっちゃけ言うと値段の割には具が少ないのやつもせんでもないんですけど、こう淡々淡々麺というよりも具だけですよね。でもほんと美味しい美味しい。うん、美味しかったでございます。ラーメンマン割と思ったよりも担々麺ふわっとして香って美味しいなと思ったわけです。ただほんともちもち、喉が渇く。うわっ、ダシャイ。午後の紅茶チャイティーラッテですって。午後の紅茶チャイティーラッテ、インド料理屋さんなんかに行くとよくチャイを頼んだりするの。こっちの方がメインなのかな。チャイティーラッテ、チャイティーラッテ、たっぷりミルクと5種のスパイス入ってるんで、よく振ってからお飲みください。チャイですかね。あんまりチャイっていうと僕ら馴染みないですからね。あ、すごいチャイのスパイスの匂いがすんごい効いてる。あ、そんなにでも甘くないから、おう、うん、美味しい。チャイティーラッテ、あ、これでもね結構美味しい。生姜とかあとは何かわかんない。でもね 100ml あたり40キロカロリーなんですよ。美味しいです。これはあのチャイとか好きな方はいいんじゃないですか。なかなか。でもこれ次ラーメンマン、まあラーメンマンシリーズは次何来るんだろうね。本当にあとの兄がでもこう筋肉マンでストレートに来ないし、ウォーズマンから入ったからさ、普通なんかメジャーどころからこうカンカンって来るけど、ウォーズマンなんかから始まったから、これはネプチューンマンとかスプリングマンとか、もしかしたら軟骨とかの唐揚げ入れて筋骨マン来るかもわからないね。ラジカセキング、マンがつかないかもわかんないよ。もしかすると何が入ってるんだろう。そう考えると楽しいね。なんかね、何が入ってくるのか。だってウォーズマンでカレーでさ、ラーメンマンでタンタン麺だから、こう次はいろいろ、最後が筋肉マンなんでしょうとかね。それかまあ最後は卵が入ってゆで卵かもしれないですけどね。ベタで終わりかもしれないですけど、まさかの作者、中身作者みたいなね。まあそんな感じで、まあラーメンマンでした。ラーメンマンは結構美味しいです。でももちもちなんで結構喉が渇くかもしれないですね。でまあ午後の紅茶チャイティーラテ、これまたまた普通のミルクティーと午後の紅茶違った感じの美味しさがあるんじゃないでしょうか。はい、ではじゃんね。